さあ、いよいよ演技開始です。最初は AS メンバーが登場します。今回振り付けを頑張ってくれたアテネオリンピックメダリストの藤丸道代さんや、一番現役を辞めてほやほやのリオオリンピックメダリスト箱山愛香さんらがキレのいい足技でみんなをリードしてくれました。 AS メンバーの中でも世代や出身は様々でしたが、一緒に練習している中で刺激し合い、交流が深まっていく様子が見られ、嬉しかったです。さあ、そろそろ競泳メンバーたちが陸上から飛び込んでぐんぐん迫ってきます。このバタフライのスピード感はさすが競泳陣で、私がついていくのが必死でした。そして直前まで緊張決まらなかったリフトが綺麗に決まりました。本番前日には緊張するんですけどとか、あと何やったらいいですかなんていうコメントが LINE のグループの中で飛び交っていたんですけれども、さすが本番での集中力と気合が溢れていて、ここまで素晴らしいです。こうして浮いていてもきちんと左右を見ながら列も並べていて完璧です。立ち泳ぎも少し前まではブクブク沈んでいってしまっていたのが嘘のように、こうして笑顔まで見せられて余裕すら感じます。さあ、中央一列競泳陣一番の見せ場の足技が決まりました。縦一列も綺麗に入りましたね。立ち泳ぎの飛び上がりも同じ高さに飛べるか、もうこれは誰が競泳陣で誰がエースかわからない素晴らしい同調した高さが見せられました。ここから終盤は藤丸道代さん、箱山愛香さんに加えて、今回刻一点の阿部敦さんがセンターに加わっていきます。阿部さんといえば日本 AS 男子の第一人者です。3人息の合ったダイナミックで高さのある技を存分に見せて、フィナーレに向けて盛り上げてくれました。そしてラストは会場の競泳選手たち一人一人にエールを送ってみんなでポーズ。
12月からですかね、このプロジェクトが始まって実際本番を迎えていかがでしたか？楽しかったですとにかく楽しくて、あのメンバーもみんな本当に素晴らしい、実績も素晴らしいレジェンドの方ばかりですけれども、皆さん本当にこの1回のエキシビションのために真摯にピュアに可愛く取り組んでくださる方ばっかりで、とにかくここまで来る間の毎回の練習が楽しくて仕方がなかったので、今日の本番は泳いでてすごく一体感があってうまくできてるなっていう手応えもあったんですけれども、それ以上に終わっちゃうなっていう寂しさが後半はありました。ここまでですごく上達したっていうのは見えて取れましたか？はい、もう最初は立ち泳ぎもできないので手の振りをするときにバックの人は水中の足がバタ足になってるし、平泳ぎの人は立ち泳ぎの代わりに平泳ぎの足になってたのが、後半2回ぐらいからみんなでこうしようね、足しようねって話をしてるときの水中の足がいつの間にか立ち泳ぎになってたり、いちいち壁につかまらないで立ち泳ぎしたままどんどん練習が繰り返せるようになったり、で最後の方はパッと上げた足もつま先も綺麗に伸びるようになっていたり、でもうカウントの取り方もここでこの音でこんな感じっていうところから、これが3ですね、これが5ですねってどんどん気にするところのレベルがアップしていたので、本当に驚きました、この成長ぶりに。次はなんかこうどんなことしたりとかありますか？水の中ですけど、市と競泳が今回一緒になってできて、今度はこれに合わせて陸の上でもダンスとか体操とか、なんか仲間が集まって水陸で一つのなんかパフォーマンスできないかなっていうのとともに、あの競泳のメンバーの方もこれを機会に興味を持ってくださって、より仲間を増やせたらまた楽しいなと思っていますが、はい、なんか考えるだけで楽しいですありがとうございます。はい、ありがとうございました。